でしょうよ。息子に言われたんです。最近勝負遅れてるんで再婚でもしたがって。アサミ、いけます。本当にオーディションするのか。何もお前の再婚相手を探すためだけにオーディションするわけじゃないよ。俺はもう決めた。なんだ、あの女を見たのか、あの女の体に触ったのか。私だけを愛してくれなきゃ嫌よ。この人はいけません。言葉なんか嘘だけど、痛みだけは信じれるのよ。あなたは私の全部にはなってくれないのね。足がなければどこにも行けないでしょ。